やべ、危ない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 、もうちょい。これは刺さるパターン？Yeah.
もう一回、もう一回。したいけど無理そうやろ。
いけるかこんなもん。はい。重かった？え？やだ。下ろしたくない。一周目だよ。FIM だからね。大変なの。バカ鬼です。こんにちは。バカ鬼ですよ。もうちょい、もう一度頑張り。あ、一遍ちょっと下がるんかな。え、
ちょっと上行きたかったんですけどね、また次頑張ります。また応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。すごい鼻のない走りを今日もしてたんですけど、なんとか表彰台、表彰台じゃないですけど、表彰されて嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、頑張れ。みんなありがとう。あ、ブスタシー先生の藤原です。今日は走ってみてどこも簡単でした。だが奈良漬けに使ってやられました。リベンジしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。原田浩太と言います。今日は結構楽しいコースで楽しく3周できたんで、あやとくんの、事前の予想通り5位だったんで、なんとか3つは保てたかなっていう感じなんで、次回も頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。散々 YouTube、Twitter で、優勝宣言してたにもかかわらず、4位という不甲斐ない結果に、燃えております。次の北海道から前線勝ちます。お疲れ様でした。前線勝利宣言いただきました。ありがとうございます。お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。去年のチャンピオンの方に勝ててとても嬉しいです。今年からYZ を乗り換えたんですけど、家賃は最高でした。それ以外のところはまあ、家賃に埋まらないためには YZ の方がいいと思います。おイエーイ。埋まってらっしゃった方も一周目に埋まりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。中の人お願いします。はい、ワイゼット最高です。ね、今日皆さん応援ありがとうございました。最後ね、あやとくんね抜いてぶっちぎってたんですけど、時間が3分足りなかったです。はい。昨日もコース見てないし、今日も見てないし。あやとくんここに4回の練習来ましたよね。コース今日分かんなかったんで、1周目ちょっと流してなかったです。1周目から奈良漬けにハマりの未来になってきて前に、ちょっと心落ちたんだけど、最終ラップにファイト姉さんが、あと5分、あとじゃあ30分行けって言われて、無理やり行かされて、全開で行ったら、ああやって見て、プーッと、アウトからプーッと抜いてあげたんだけど、どんな気持ちだった？優勝だけどね。今日こんな感じ。というわけで皆さん今日はありがとうございました。さて4回の練習に来て必勝の体勢で挑んだ綾人選手、お願いします。いやー1位はいいっすね。やっぱ3分残りどうとかのじゃなくて、やっぱ1位は1位なんで、やっぱりね頑張って練習した甲斐があったと思いました。で今年こそはちょっとチャンピオンを本気で狙ってやってますんで、ちょっと今回4位の人はもうちょっと練習して、で3位の人ももうちょい練習して、3人の人はこのままでいいんで、で僕はまた頑張りますんで、また引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では写真撮影お願いしますので、はい、では4位からね、表彰台の前の方にお集まりください。4位から前に、